小西博之君、立憲民主社民の小西でございます。まず議案の条約について質問させていただきます。その前に茂木大臣、質問ではなくて一言でございますけれども、ちょっと私も報道レベルぐらいでしか承知しておりませんけれども、ミャンマーのですね、日本大使館の方々の件で非常に何と言いますか、敬意を表させていただきたいと思います。機微な問題のようですので、質問をあえて控えさせていただきますけれども、敬意を表させていただきたいと思います。では質問をさせていただきたいと思います。まず租税条約2本でございますけれども、日ジョージアの租税条約においては、いわゆる徴収共助というものが規定されたわけでございますが、一方でセルビアとの租税条約においては、その徴収共助、締約間で租税債権の徴収を相互に支援するというものですけれども、それが規定されていないというわけでありますけれども、セルビアの方でそれが規定されなかったその理由について、外務省の方から答弁をお願いします。徳田参事官。お答え申し上げます。国際的な租税徴収の回避に効果的に対処する観点からは、徴収共助の規定を設けることが望ましいため、委員ご指摘のとおり、日ジョージア租税条約におきましても、この徴収共助の規定を設けておりますが、徴収共助につきましては、相手国の事情によっては、国内法上の制約や執行当局のリソースの不足などのため、その導入を困難とする国がございます。セルビアにつきましても、導入を困難としておりまして、導入に合意できる可能性はないと判断のところでございますけれども、他方でセルビアとの深化する経済関係を踏まえれば、早期に租税条約を締結することが重要であり、徴収共助の導入は見ることとし、租税条約の締結を優先することとしたものでございます。小西博之君。はい、私もセルビアは ODA の派遣で行ったことがありますけど、日本がですね、内戦の復興支援で日本を送ったバスが走っていてですね、本当に今でも大変親日国家でありますけれども、では次、ジョージアの投資協定ですが、2016年の政府の投資協定の締結促進のアクションプランにおいては、2020年までに100の国の地域の署名発行を目指すというふうにしているわけでありますけれども、2021年、今年ですね、4月現在では79にとどまっていると。で、かたや欧州諸国や中国、韓国などは100カ国を超えているわけでございますけれども、協定の署名ですね、署名については100を超えているんですが、日本は60であると。で、政府、今後そういう数字目標は設けないというようなことを答弁されて、衆議院で答弁されていますけれども、やはり数字目標を設けた方が取り組みとしてはしっかりするんじゃないかと思うんですが、これについて外務省の見解をお願いします。茂木外務大臣。我が国ですね、委員ご指摘のように、2020年までにですね、100の国、地域との間でですね、投資関連協定の署名発行する、こういう野心的な目標を掲げたわけであります。もともと振り返ってみますと、これ、2002年だったと思いますが、日本とシンガポールのですね、EPA を結ぶときにですね、私は外務副大臣でした、そして経済局も担当しておりまして、バラバラと結ぶのよりも、少しやっぱりスケジュール感とかですね、目標を持って進めた方がいいんじゃないかな。当時はですね、次官、そして駐米大使も務めた笹江さんが経済局長の頃であったと思うんですけど、それからいろんなものを練ってですね、2020年までに100と。こういう目標を掲げてきたわけでありますが、現在までご指摘のように、79の国、地域との間で、投資関連協定発行済み、また署名済みでありまして、これらに交渉中のものを加えると、目標の100には及んでおりませんが、94の国、地域をカバーすることになっております。そしてこの発行済み、もしくは署名済みのですね、投資関連協定が、我が国の対外投資残高、このどれくらいをカバーするかといいますと、2016年の段階では 35% であったのが、93% にまで増加をしております。そしてこういった倍のですね、投資協定だけではなくて、TPP11 であったり、RCEP であったり、日中 EPA と、さまざまなハイレベルのですね、経済連携協定というのを結んできておりまして、投資協定、さらには経済連携協定全体でいうと、大きな成果を上げているんではないかなと考えております。今後どうするかと、この目標、数値というものを設けるかどうかについては、例えば今後、中南米を考える場合はですね、ブラジルであったりとか、アルゼンチン、
一国というよりもメルコスルとの関係をどうするかとかですね、おそらくアフリカにおきましてもある程度、一体性等々がありますから、そういったことも考えるとですね、倍の目標を考えるというよりも、今後、非常にですね、魅力的な投資先がどこなのかとかですね、また、他国と、比較してですね、投資に劣後になっている部分がないか、またどうやったら有利にできるかと、こういったことも考えながら、優先順位というものは考えていきたいと思っております。小西洋之君、ありがとうございます。実は今のご質問は政府参考人にお願いしていたんですが、私も今朝になって大臣にお願いすればよかったと思っていたんですが、大臣がわざわざ答弁をしてくださったんだと思いますけれども、副大臣時代からのこの経緯と、あと、今後の方針も含めて一言言えば、戦略的にやっていくということを受け止めさせていただきましたけれども、詳細な答弁に感謝申し上げます。では OECD の件でございますけれども、今回この交換公文の、改定作成でございますけれども、旧交換公文は1967年に結ばれて、50年経っております。50年後に、50年前に東京センターを設置してから、今回まで、その公文の新しい、作成は要請されていなかったんですけど、この本交換公文の作成を改正をこのタイミングで行うようになった理由を外務省の方からお願いします。四方経済局長。お答え申し上げます。我が国は OECD との間で委員ご指摘のとおり1967年に特権免除協定を締結しましたが、締結から50年以上が経過する中で OECD はグローバルかつ普遍的な活動を行う国際機関に成長し、世界のルールスタンダード作りにおいて OECD の重要性が増してきております。また OECD 東京センターは1973年にアジア唯一の候補センターとして設立され、OECD の活動に対する理解の促進やアジア地域におけるアウトリーチ等を行っておりまして、その機能および活動の拡大が重要となってきております。そうした中で OECD 側から OECD 加盟国のうち自国籍職員の給与等に対する課税が発生する国は実態上日本のみであることにつきまして、2019年の末頃から対応を求められました。こうした OECD をめぐる状況の変化等を踏まえ、諸々検討を行った結果、日本人職員についても給与および手当に対する課税を免除することも含めまして、所要の改正を行うべく今般現行の交換公文の改正を行うことといたしました。本改正交換公文の締結は OECD 東京センターをはじめ、我が国における OECD の活動の円滑化強化に向けた環境整備につながるとともに、世界のルールスタンダード作り等における OECD との協力関係の強化に資するものと考えております。小西洋之君、ありがとうございました。ではその他の事項を質問させていただきます。まず自衛隊の医務官などの五輪派遣、前回質問させていただいた件なんですけれども、政府参考人で結構ですけれども、このオリパラの組織委員会からはどのような目的、またその必要性の理由によって自衛隊の医官看護官の派遣がを求められているんでしょうか。具体的にお願いいたします。椎葉衛生官。お答えさせていただきます。東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、東京都以外にも競技会場が設置され、各競技会場において医療支援が必要であるところ、民間の医療機関等の支援のみでは、必要な医師等の確保が困難であったため、大会組織委員会から自衛隊の医官、看護官等による協力要請がなされているところでございます。現在の調整状況を申し上げますと、自衛隊、陸上自衛隊朝霞訓練場に設置されます射撃競技会場の医療など、医官につきました数名、看護官等につきました20名程度による協力について調整をしているところでございます。いずれにいたしましても、自衛隊大規模接種センターの運営、それから防衛省自衛隊の任務に支障のないよう、大会組織委員会と調整してまいります。小西洋之君。前回から医官数名、看護官20名程度というような具体的な人数まで答弁をいただきましたけれども、私の問題意識でございますが、もう先生方に申し上げるまでもなく、今、新型コロナの感染拡大、緊急事態宣言等が発令されている状況でございます。また、変異株も含めですね、今後の状況、なかなか見通しが立たないところでございます。ワクチンの進捗を含めですね。そうすると、やはり東京オリンピックのあるいはパラリンピックの開会の時期に、国民やあるいは社会がこのコロナ禍で、今と同じような、あるいはよりひどい
そうした苦しみにある可能性があるわけでございますけれども、大臣に伺いますが、自衛隊として、現在ですけれども、現下の新型コロナのこの第4波ですけれども、自衛隊法 の、 この災害派遣要請、83条の2項前段、そうした相談を各地域から受けているのか、あるいはいたことがあるのか、あるいはその道場2項講談の自主派遣のですね、必要性を防衛省として検討を行ったことはありますでしょうか。岸防衛大臣。自衛隊の災害派遣については、自衛隊法第83条に基づきまして、都道府県知事等の要請があった場合に部隊等を派遣すると、このことが原則となっております。これは都道府県知事等が区域内の災害の状況を全般的に把握し、都道府県などの災害救助能力などを考慮した上で、自衛隊派遣の要否などを判断するのが適切との最適との考えによるものであります。新型コロナウイルスの感染拡大については、平素より自衛隊は各都道府県庁との間で連絡体制を構築しております。現下の状況において、例えば都道府県知事からの災害派遣要請に基づき、新型コロナウイルス感染症患者の救急輸送などを実施してきておりますけれども、医官や看護官の派遣などにかかる災害派遣要請は受けておりません。いずれにいたしましても、失礼しました。いずれにいたしましても、今後、都道府県知事がから自衛隊の医官や看護官等の災害派遣にかかる調整が寄せられた場合には、しっかりと相談しつつ、医療従事者や病床の確保を首相する厚生労働省をはじめとする関係機関とも連携した上で、適切に対処してまいります。小西洋之君。私ももともと実は医療政策を専門でやっていて、医療の一般法の都道府県の医療計画、今度感染症が追加されますけれども、それ の、 PDCA サイクル の、 設計をしたり、あと今度、先日の厚労委員会の付帯決議で感染症の医療計画を含めロジックモデルでですね、5疾病8事業のものを2年後ですかね、第8次医療計画というのが走り始めて、そこは作るというような改革を実はやってきている議員なんですが、そういう意味で各地域で都道府県の下で、県知事の下でこの医療、コロナの医療をなんとかすると、ただそれができない場合は、やはり自衛隊法に基づいて、自衛隊 の、 その災害派遣要請、あるいは自主派遣というものがあるわけでございます。大阪やあるいは北海道などもう先生方もご承知のように医療にかかることができずに亡くなっている方が出ているような状況でございますので、やはりそうしたことをこの政府全体として自衛隊のあり方を含め考えなければいけないと思うわけでございます。でそうした観点から大臣先日の私の質問に対して、オリパラの支援については法律で定められたものでありますから、それをそれにのっとってしっかり進めてまいらねばならないというふうに答弁をされております。ではその東京五輪への医官看護官の派遣と自衛隊法83条の災害派遣要請、これ自主派遣も含めですけれども、それが重なった場合、政策的に防衛省としてはどちらを優先するのでしょうか。また制度的に防衛省としてはどちらを優先すべきと考えていらっしゃいますでしょうか。岸防衛大臣。医官看護官等がですね、東京オリパラ大会のにおいて支援を行う場合は、自衛隊法第100条の3に基づく運動競技会に対する協力として行うこととなります。道場では自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において協力を行うことができる旨規定がされております。ここにおいて自衛隊任務には自衛隊法第83条に基づく災害派遣も含まれるということであります。いずれにいたしましても、災害派遣を含む自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、協力が行われるように調整をしてまいります。小西洋之君。最後おっしゃっていただいた、その災害派遣等の自衛隊の任務に支障を生じない範囲というとあれば、もしですね、競合する場合はですね、災害派遣の任務を優先すると。ただ、実際、オリパラに医官看護官を出してですね、そこからそれを引き上げて災害派遣にそれを投入再派遣するっていうのは、
なかなか実態として難しいと思うんですね。ただそうするとやはり、まあ、初めから災害派遣を優先すると、そうするとやはりパンデミックですから、どれだけの医療支援、医療需要が必要かということも予測すらつかないわけですから、そうすると私はやはり自衛隊というのはこの現下の状況においてはですね、オリパラへ の, その支援で協力ではなくてですね、国民の命そのものを守っていく、そうした取り組み全力を尽くすべきではないかと思うんですが、今の現下の状況の中でこのオリパラへの医官看護官の派遣というのは私は控えた方がいいのではないか、その方が自衛隊に対するその国民の理解信頼ということに資するんじゃないかと思いますが、大臣いかがでしょうか。岸防衛大臣。先ほども申しましたけれども、あくまでこの自衛隊の任務をですね、日食の生じない限りにおいて東京オリンパラへの支援を行うということでございます。まあ、その時の状況に応じてこれは考えていかなければいけないことだと思いますけれども、基本的な考え方としては自衛隊の任務を優先するということになると思います。小西博之君。はい、ちょっと基本的な考え方ということでおっしゃっていただいたんですが、まあ、少し踏み込んでですね、ある意味そういう究極の事態ですね、やはりどこかの都道府県から災害派遣要請が来る、あるいはもう防衛省自衛隊として自主派遣をしなければいけないと思ったときに医官看護官が足りないと、そうするとこのオリパラの医官看護官を組織委員会なりと協議してですね、引き上げて災害派遣要請に再派遣する、投入する、そうしたこともやるということでしょうか。岸加納総括官。大臣ですか。岸防衛大臣。その時の状況にもよりますけれども、予断を持って論じることは難しいと思って考えております。いずれにいたしましても、先ほど申しましたとおり、その自衛隊の任務というものをしっかり、遂行することを優先していかなければいけないと考えております。小西洋之君。大臣、ちょっと先ほど言ったことですが、制度上ですね、自衛隊法上災害派遣における医官看護官の派遣と、そしてこの運動協議会って書いてあるんですが、103条にそれへの協力ですね、医官看護官の派遣、制度上どちらが優越する、どちらが優先するというふうにお考えですか。ダメ秘書官ダメ、自衛隊法ですから。岸防衛大臣。先ほども答弁申し上げましたけれども、自衛隊法83条を含むですね、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、協力することができる旨が規定されているのが、この自衛隊法第100条の3に基づく運動協議会に対する協力ということであります。小西洋之君。大臣よろしいですか。災害派遣要請83条は、自衛隊法のどこに規定されていて、運動協議会、オリンピックなどへのこの協力派遣、これは100条の3ですが、これは自衛隊法のどこに規定されているかご存知ですか。ダメ。ちょっと秘書官、それはやめましょう、秘書官。もういいです、秘書官。それはやめましょう、やりすぎです。秘書官、それだと質問が成り立たないじゃないですか。法律の運用解釈の話なんだから。解釈じゃないですか。大臣のサポート、当然の話じゃないですか。これいいですか。政策参考人手を挙げてますけど。いや大臣ですか。大臣、はい、じゃあちょっと止めてください。秘書官、通告してるんですよ、私さんところで。岸防衛大臣。自衛隊法83条と100条の位置づけの違いということですか。はい、自衛隊法の83条というのは、まさに自衛隊法の本則自体の規定であると思います。自衛隊法この100条の3、失礼、100条ということはですね、自衛隊法の付随する任務について規定をされているものと解釈しております。小西洋之君。それは秘書官がですね、そういう補佐、これはもう本質です。私、制度的にどちらを優先すべきかというのを質問すごくさせていただいておりますので、そうなんですね。自衛隊法のこの83条というのは、自衛隊法第6章、自衛隊の行動という、自衛隊の本来任務として
規定されているんですね。83条の前は弾道ミサイル等に対する破壊措置、その後は地震防災派遣です。そしてこの片や100条の3というのは自衛隊法の雑則なんですよね。雑則ですから、やはりその本来任務というよりは、まあ、国会の判断で自衛隊にもこういうことをやっていただこうというわけでございます。ですから法制度的にも災害派遣要請が優先して当たり前なわけですよ、法律上も。そのことはやはりきちんとですね、ぜひ大臣ご認識をいただいて、私は自衛隊、国民の自衛隊を応援する立場の国会議員ですけれども、この今の状況下でですね、オリパラのためにですね、貴重な国民からとって本当にもう今この瞬間も命を脅かされている人が大勢いるわけですから、医官看護官をオリパラに派遣をするというのは、私は自衛隊に対するこの理解あるいはその信頼というものに対して非常に大きな問題が生じかねない。また申し上げたように法律上も大きな課題が現に生じているかもしれない、生じるかもしれないというふうに思うわけで、ございます。でこのオリパラについてはですね、昨日の朝日新聞がこの社説で、中止の決断を、まあ、総理に首相に求めるという、まあ、全国紙では、まあ、初めてだと思いますけれども、この社説を掲げているところで、ございます。まあ、そこでも何より大切なことは市民の生命であり、人々の暮らしを支え成り立たせる基盤を、まあ、維持をすることだというふうに言っているわけで、ございます。茂木大臣ですね、ちょっと短めにお願いしたいんですが、オリンピックについては国際的な期待などもやはりあるんだと思うんですが、やはりそのオリンピック、私ももう世紀のもので何十年に一度かのものだと思うんですが、やはり現下のそのこの国民のこのパンデミックという、やはりこれも世紀の参加でありますので、そこから国民の命を守る、そして経済や暮らしを守る、そうしたことがやはり政府の最大の役割ではないかと思うんですが、所感をお願いします。茂木外務大臣。当然今ですね、日本が直面しております課題、このコロナ禍におきまして国民の、生命命を守るということが何より大切だと考えております。ですから東京オリンピックパラリンピックにおいても、安心安全な大会にすべく万全の準備をすることが極めて重要だと考えております。小西洋之君。まあ、菅総理も安心安全を守ると言っていますが、今日この瞬間も安全安心に守られていませんので、今日この瞬間の安心安全を守るために、やはりオリンピックにかけるいろんなその行政資源、行政努力というものを振り向けるべきではないかというふうに、まあ、一国会議員としては思っているところで、ございます。では、その次の質問で、ワクチンの大規模接種なんですが、私もこれ応援している立場なんですが、応援する立場なんですが、さっきの質問と関係するんですが、やはり実力組織である防衛省自衛隊のその在り方に関わることは、どうしても質問せざるを得ませんので、なんか報道では昨日システムエラーがあったようにありましたけど、そういうことは私はあえて質問はしません。いろんなことは起きるんでしょう。一生懸命頑張って対処して、一人でも多くの国民の皆さんにですね、少しでも早くワクチンを打っていただきたいというふうに思います。ただ大臣が、毎日新聞などの取材に対して極めて悪質な行為というふうにおっしゃられたことは、少しやはり、少しじゃなくて適切さを欠くのではないかというふうに思うところで、ございます。大臣に質問させていただきますけれども、この取材の自由、言論報道の取材の自由ということについては最高裁についてですね、累次の判決があるわけでございます。例えばこういう判決があります。その手段方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会通念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為、まあ、正当な行為というふうに言われるわけでございます。まあ、前回の質問で防衛省としても現に被害が生じていたかどうかというのは確認できていないというようなことも言っていたわけでございますけれども、まあ、極めて悪質な行為とまでですね、気持ちはそういう気持ちになられたんだと思うんですけども、まあ、嫌いですというようなことも申し上げていたんですが、やはり防衛省ですから、そこの大臣がですね、言論報道機関に浴びせる言葉としてはやはり適切性を欠くと思うんですが、こういう最高裁の判決の考え方などに照らして、大臣どのようにお考えでしょうか。岸防衛大臣。今委員をお尋ねの点でございますが、報道のための取材の自由が憲法21条に照らして、十分尊重に値するべきものということは承知をしております。しかしながら防衛省としては、
記者による虚偽疑惑が、虚偽予約がワクチン接種を希望する65歳以上の方の接種機会を奪い、ワクチンそのものが無駄になりかねない悪質な行為であると、このように考えておるところであります。小西博之君。ちょっと防衛省は事実関係なんですが、前回の質問の続きなんですが、毎日新聞から問い合わせがあって、その時対応しなくて、で後で防衛省の方から連絡を取ってですね、説明等を行ったのか、またアイラドットについても、事実関係をちょっと簡潔に教えてください。椎葉衛生官。17日でございますが、朝日新聞出版アイラドットおよび毎日新聞からは、取材を申し込む際に、記者が取材の過程におきまして、自ら不正予約を行ったとの連絡があり、その後、記事の掲載をインターネット上で確認しているところでございます。このような行為は極めて遺憾であり、防衛省、以上でございます。小西博之君。その記者がシステムに入る前に防衛省に取材をしているわけですけれども、でその時対応していないわけですね。でその後防衛省から毎日新聞やアイラドットに連絡を取って説明等を試みなかったんですかと前回聞いたら、事実関係確認をしますということだったので、そこの事実関係を簡潔に答弁してください。椎葉衛生官。すごい秘書官だな。取材があった時点で不正予約を行ったということを記者は言っておるところでございます。小西博之君。今の事実関係なんですが、取材の前、取材を受けたときには、第一報が来たときには、すでにシステムに入りましたという話だったわけですか。なるほど、分かりました、はい、じゃあ、それはそれとして、じゃあ、防衛大臣ですね、このシステムに架空の番号で入ったのは、他にも日経クロステック、日経 BP ですね、もあるわけなんですが、大臣のツイートでは、日経クロステックは批判はされていないんですけれども、また抗議文もですね、日経クロステックの方には出されていないんですけれども、その理由は何でしょうか。岸防衛大臣。このアイラドットおよび日経新聞、毎日新聞からは、取材を申し込む際にですね、記者が取材の過程において自ら不正予約を行ったということの連絡がございました。その後記事の掲載をインターネット上で確認することができたものであります。他方日経 BP からは取材の申し込みがございましたけれども、記者が自ら不正予約を行ったとの連絡はなくて、結果として朝日新聞および毎日新聞社に対し、朝日新聞出版および毎日新聞社に対し、抗議文を発出した時点において、記事の掲載を認知することはできませんでした。そのため、当時、日経クロステックの記事に対して、防衛省 として抗議を行っておらず、防衛省の見解を改めて発信した私のツイートにおいても、当該記事に触れていないところであります。しかしながら、繰り返し申し上げてますとおり、不正な手段によって予約をする行為というものは、ワクチン接種を希望する65歳以上の方の接種機会を奪い、ワクチンそのものが無駄になりかねない悪質なものであって、その認識に変わりはございません。小西博之君。分かりました。17日にクロステックはホームページネットに載っけているようでありますけれども、ではちょっと別 の点で、今、内閣官房が国会に出しています重要土地等調査法案、これは防衛省にも深く関わる法案ですけれども、内閣官房の政府参考人に伺いますが、いわゆるこの注視区域、特別注視区域ですね、自衛隊の基地周辺1キロ、1キロのすべての不動産を、調査してデータベースを作るそうなんですが、この1キロとした根拠ですね、まさにあなたから私、直接聞いてますので、小銃の射程距離1キロをもって、この1キロと定めたという事実関係でよろしいでしょうか。簡潔にお願いします。内閣官房、木村内閣審議官。お答え申し上げます。おおむね1000メートルという範囲内で区域指定を行いますと、物理的な機能阻害行為を相当程度回避することが可能であると、このように考えてございまして、このおおむね1000メートルという距離を設定するにあたりましては、銃器の有効射程距離なども参考としているところでございます。以上でございます。小西博之君。この一般の日本の家屋、私の地元、千葉にも自衛隊の基地、駐屯地、複数ありますけれども、市街地の中に密接していてですね、日本のこの土地柄ですから、
1キロ向こうから撃とうと思うと、やはり周りもう間にビルや建物いっぱいありますから、よほど高いところに上がらないと凄腕のスナイパーでも撃てないわけですよね。だからその1キロというのを、まあ、小銃の射程距離ということで定めて、その範囲のもの不動産を、まあ、全てで、そこに住んでいる人がどういう人かというのを報告聴取、罰則付きの報告聴取も含めて調べてデータベースを作ると、まあ、我々立憲民主党も自衛隊の基地のような重要な施設がですね、まかり間違ってもある勢力から危害を受けるようなことはあってはいけない。でそれを防ぐために必要なことは当然やるべきだと思います。ただその目的とその手段の相当性というのは全くずれているのが一つ。あともう一つは今申し上げたように、国民のそのプライバシーですとか自由、そうしたものに対する侵害が現に起き、そして侵害乱用の恐れもある、まあ率直に申し上げましたら非常に問題のある法案だというふうに思うところでございます。じゃあ重ねて内閣官房の政府参考に聞きますが、やはりあなたから直接私は複数回聞いておりますけれども、この自衛隊の基地からの 1キロ四方のですね、そこにあるそのまあ、不動産ですね、家だとか、あるいはマンションの部屋だとか、そうしたところに誰が住んでいて、どういう利用状況になっているかは、地方防衛局、すなわち防衛省、自衛隊が調べるということでよろしいですね。木村内閣審議官。お答え申し上げます。本法案に基づきます調査といたしましては、不動産登記簿等の公募の収集、土地等の利用者等からの報告聴取、まあ、そして現地現況調査を行うということにさせていただいております。でこのうち公募の収集および報告聴取につきましては、内閣府に新設いたします部局が一元的に実施する予定でございます。他方現地現況調査につきましては、内閣府には、地方支分部局が存在いたしませんので、必要に応じて、重要施設等の所管省庁やその地方諮問部局に協力を依頼することも想定させていただいているところでございますが、いずれにいたしましても、関係省庁との協力の在り方など、具体的な調査の在り方につきましては、法案成立後に執行のために準備を行うわけで検討してまいりたいと考えております。小西洋之君。法案成立後ですが、私は内閣官房から何度も防衛省、自衛隊がですね、その現況調査等を行うという説明を受けているわけでございますが、防衛省を伺いますけれども、内閣官房とのこの法案を出す以前のですね、協議において自衛隊の基地1キロ周辺のところ その不動産、それは自衛隊が現況調査をまあ行う、まあ、少なくとも手伝う、行うという整理をしているということでよろしいでしょうか。簡潔に答えてください。川島政策立案総括審議官。お答え申し上げます。先ほど内閣官房の政府参考人からご答弁ありましたように、基本的には内閣府に今後ですね、新設される部局がこの調査業務を一元的に実施するわけでありますけれども、地方にあるとかそういう理由からですね、それぞれの重要施設を持っている役所あるいはその地方支分部局に頼らざるを得ないというようなことはあるんでありましょうけれども、あくまでも現段階におきましては内閣官房において検討中であると、検討なさっている最中であるというふうに承知しております。また防衛省といたしましては、本法案は我が国の国防上の基盤であります防衛関係施設の機能発揮を万全にする観点から意義があるものと考えておりまして、適切に内閣官房あるいは内閣府等と連携してまいりたいと考えてございます。小西洋之君。防衛大臣に伺いますけれども、自衛隊がですね、地方防衛局の自衛隊が、自衛官があるいは自衛隊員がですね、基地から 1キロ周辺のこの家屋不動産にですね出向いていって、そこに誰が住んでいるか、あるいはその利用状況、まあ、現況調査ですけれども、そういうことをまあ網羅的にやると、でそのデータベースをまあ内閣官房に提供するんでしょう、作っていく、そういうような取り組みっていうのは、自衛隊の在り方そのものに関わる、また自衛隊に対するその国民の受け止めそのものに関わる、これは極めて重大な問題だというふうに考えませんでしょうか。自衛隊は実力組織ですから、実力組織が市民のその生活の状況、あるいはプライバシー、そうしたものをこの調査を行う、そうしたことは私は本来あってはならないというふうに考えますけど、大臣いかがでしょうか。岸防衛大臣。内閣府の方からも答弁がありましたとおりで、まあ、我々としてですね、地方防衛局も含めて、まあ、協力するしていくということが想定されているわけでございますが、具体的な協力のあり方につきましては、引き続き内閣官房において検討中と、こういうふうに伺っております。また防衛省としては、法案につきましては我が国の国防上の基盤であります
防衛関係施設の機能発揮を万全にするという観点から意義があるものであるというふうに考えております。小西洋君。大臣、一番最後の問いで通告させていただきますが、大臣はですね、この法律でやろうとしていること、自衛隊が1キロ、基地からのですね、駐屯地からの1キロ周辺の不動産を網羅的に現況調査をして、データベースを内閣官房に提供して作っていくと、そのようなことが本当に必要だというふうにお考えですか。私は今、自衛隊はですね、自ら自分たちの基地を守るために、必要な現況確認なんかですね、してると思います。ただ、1キロを網羅的にですね、司法するなんてことは、本当に必要だというのをお考えですか、政策論として。時間が来ておりますので簡潔にお答えください。岸防衛大臣。繰り返しになりますけれども、防衛関係施設の機能の発揮を万全にするという観点からは、これは意義のあるものだと考えておるところでございます。小西洋君。廃案にすべき法案であることを指摘して終わります。ありがとうございました。揃いました。